よろしくお願いします。まずはせっかくクリスマスですので、ええ、お子さんにプレゼントをしたりとか、あとはそういうプレゼントにちなんだマジックっていうのを先にご紹介したいと思います、ええ、こちらの方、はい、じゃあこっちに置いといていただけますか、はいはい、それからですねこちらに、紙がありまして、はい、ここにですねこういう清しこの夜とか、はい、こういうクリスマスにちなんだ曲をこれから書いていただきたいんですが、ちょっと書いていただけます、これなんかリクエストかなんかですか、うん、そうですね、はい、いいかも。どんなのにしましょう、何にしましょうね、はい、クリスマスですからそういう BGM ですとかそういうのね書いていただきます。クリスマスって言ったらやっぱりジングルベルとか、そうだね、はい、まあもちろん同じものでも結構ですし、うん、たくさんの方に書いていただきますので2個3個、はい、うん、2個3個ですね、あの同じものが入ってしまってもいいです、はい、あと折り方もですね一応半分でもいいですし、ちょっとまあ、あのこんな風に斜めに折っていただいてもいいですから、折り方は別に好きなようにやっていいんですか、はい、じゃあ書きました、はい、こんな風にあの中に全部リクエストを書いていただきましたら、はい、こちらの箱の中に、あ、穴が開いてる、はい、うん、まず最初どんな曲から始めようかということで中に入れていただきます、まあ、全部入れちゃいましょうか、はい、いろんなリクエストいっぱい、はい、だって何が出てくるか分かんないわけですよね、はい、さあそうしましたらこれをよくかき混ぜます、はい、そしてさらに代表者を一人決めていただきまして、はい、そしてその方にですねこちらの方一つ選んでいただくんですが、おお、私弾いていいですか、はい、取っていただけますか、じゃあこれ、はい、そしてそれを早速読んでみてください。いいんですか、お願いします、あ、赤穴のトナカイ、はい、私がリクエストしたやつだ、プレゼントを開けていただけます、これ、え、なんでこれ関係あるの、今ずっとそこにあったよね、そう、もうずっと前からあった、中にはクリスマスのちょっとしたオルゴールを用意して、おー、かわいいサンタさんが乗ってきて、リクエスト曲は、はっ、赤い花、いつもみんなの笑い、すごい、どうやって当たったんでしょう、はい、なんでこういうマジックから始めるとなんかそのクリスマスの雰囲気が出ると思いますので、これを最初から